株式会社ホテル大田急静岡とは、静岡県静岡市駿河区において、高級シティホテル、ホテルセンチュリー静岡を経営する企業である。1995年に会社が設立された。名前の通り、小田急電鉄系列の企業で、同社が観光事業の中核として、ハイアット社と提携して開業した、ホテル、ハイアットリージェンシー東京と同じグループ。 ホテルセンチュリー静岡は JR 静岡駅南口駅際にあり、同地区の再開発事業に伴って建てられたサウスポット静岡の18階から25階にテナントとして入居している。ビルの完成にやや遅れて開業した。小田急のホテルとして沿線以外の出店では4店舗目。ホテルセンチュリーハイアット名古屋、小田急センチュリー大分、ホテルセンチュリー仙台に続いて開業。 飲食、バンケットウェディングなどにも重点を置いている。2020年2月26日、小田急電鉄は、ホテルセンチュリー静岡を運営する子会社の全株式を同年3月31日付で、ホテル運営、再生会社のブリーズベイホテルに売却すると発表した。ありがとうございます。